はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんはですかね。まあそうか、見るタイミングによりますけれども、今日は10月24日金曜日ですね。でお昼に、モンストニュースが配信されまして、私それにちょっとあの宣伝で出させていただいたんですけども、まあ、せっかくこうモンストニュースに出演するという貴重な機会を得ましたので、まあ、あの出てみてどうだったのかと、はい、まあ、斉藤さんもあの、隣で見てましたので、まあ、その、まあ、横で見ててどうだったのかというのをちょっと、まあ、語ってみたいかなと思います。というわけで、はい、V ジャンプ副編集長の、金丸です。はい、 V ジャンプ編集部のモンスト担当斉藤 V です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回動画が止まってしまってすいませんでした。はい。で、まあ、モンストニュース出てびっくりしたのはですね、まあ、あのなんか他のインタビューとかでも、まあ、事前の打ち合わせしないというようななんか書いてあったのを読んだこともあるし、まあ、以前あの編集長の意欲が出た時にあの僕も横で見てたり してたんで、本当に事前に打ち合わせはやらないんだなというのはなんとなく知ってたんですけど、本当にやらないんだというのがなんか気づいたらもう村井さんたちが座って始まってたみたいな、ね、あれさっきまでこう村井さんあっちにいてバーって入っていってそのまま始まったなみたいな感じだったんで、ちょっとあれがで私とも何の打ち合わせももちろんなくて、その前で普通にマルチで遊んでたりとかしてたぐらいなんで、だからあのこのタイミングであの出てきてくださいねとかそういうのもなかったんで、ちょっと本当にこうなんていうんですかね、自然体で撮ってるというか、あそこはびっくりしましたね。多分あの人たち自身も事前にこう打ち合わせしてたところもないと思うんですけども、はい、その辺はよくご存知ですか。そうですね、見てただけなんで何とも言えないですけどね、すごいなっていう一言ですね。あれでしかも一発撮りというか別に止めたりもしないですからね、うん、はい。でまあ、そういうわけで私出てでさ、ちょっとやっぱ昼にあの配信が始まって怖くてずっと見れなかったんですけどどういう感じなんですか。見てください。見てさっき見たんですよ。見てよかったなと思って、私ちょっとあのこの紙資料とかをあの斉藤くんが用意してくれたんで、持っていってこう出すシーンがあるんですけど、かなり私あの焦っちゃったのか何なのか分かんないんですけど、こういろいろ探しちゃって結構時間を取っちゃったなっていうのがもうやってるあの間から思ってたんですよね。そしたらそこがアップバンクさんの紙編集によって適度にこうつままれててですね、非常にありがたかったです。ありがとうございます。分かりますか。ちょっと本当にあのなんかテンパっちゃったんですかね、こう出す順番とか、はい、あのあそうそうそう、 V ジャンプの出たがり7で斉藤さんもかなりなんかグダグダしてたと思うんですけど、あれこっちやってこっちやってみたいな、それを素でやってしまったから同じことをそうですね、はい、もうあのでも本当にこういろいろやっぱ、まあ、見てじゃなくても終わった後からずっと反省してるんですけど、何ですかね、なんかまあ僕やっぱ作った人で出てるんで、こうあのミクシーさんに協力していただいたことに関してはちゃんと、説明できたかなと思うんですけど、なんか本当は僕このモンスト大好きな僕が作ったんですよみたいな、そういうのそういうノリでいこうかなと思ってたのがもう全く出てないですからね。宣伝に来た人びっくりしましたね。何にあで宣伝も何にも言えてないですからね、あの基本的なことはもちろんあの全部言ったつもりなんですけど、なんかあのジャンププラスでこういうことやってるとか、なんか本当はそういったのも言ったらかなり宣伝になったと思うんですけど、全く触れてないですからね、驚きますね。あの辺のこう収録を見てて、収録というかね、あの放送やってるのを見てて、こいつなんかテンパってるなとか、そういうのはどういう感じだったんですかね。忌憚のないテンパってんな。焦ってるな。焦ってるなっていうね。やっぱリハがあればあったでこうやんなきゃって思っちゃうのもありますけどね、うん、なんか本当にわ始まったと思って
まあ呼ばれたって、そうそうそう始まったと思って、で何番目がフィジャーになるかも分かんなかったですから、ね、でモンストニュース の, あの今日の配信内容というかニュース内容も全然知らなかったから、僕らもなんか普通に聞いちゃったんですけど、あなんだ無料応募ガチャとかやるんだみたいな、すごいなって思いました。なんですけど、で普通にだからなんていうんですか、ちょっと先取りみたいな感じで楽しんで聞いてたら、ゲストですとか言われて、ここでみたいな、そういう感じだったんですよね。びっくりしますね。でこの斎、まあ、藤君がね、いろいろ用意してくれた資料も使ったは使ったんですけど、攻略本のこう説明資料として、だからその放送見てても思ったんですけど、僕なんかこうすごい手元の方にこうやってこうやってたんですよ。であの時々村井さんがこうやってこうあの画面のマイク、あマイクじゃない、カメラに近づけてあのよく見えるようにしてくれたりしてたんですけど、僕がやってる時は本当手元でこうやってたんですよ。でなんか説明してるんだけど、多分見てる人からしたらなんかよくわかんないみたいな、そういう感じになってたんじゃないかなと思うんですけど、実はそれを見越して斎藤君がこう拡大コピーじゃないですけど用意してくれてたんですよ。あの降臨とかその超絶もあるし、モンスターのこう説明もこうあの紙をあ ページを開いてやるよりもこう分かりやすくこう説明できるようにこうやって拡大したものを用意してくれてたりしたんですけど、これを全く使わなかったせっかく用意したのに、せっかく用意したのに。であのサナパッチョさんがあの僕は全然触れないからあのこの中の人インタビューとか、その年表のとこですね、1周年のメモリアル年表とか、そういったのも斎藤君用意してくれてるのに、私全くこれもう使ってないですからね、本当にあの申し訳ないと思ってだってこれがあったらもう皆さんもうちょっと分かりやすく、あそんな本なんだって分かったかもしれないのに、何ですかね、宣伝に行って宣伝にもなってるっていう中途半端なこの感じ。そうですね。で、まあ、1回出てのちょっと反省というか、まあ、これからね、モンストニュース、もしくはあのマックス村井チャンネルですかね、出る人いるかもしれないんで、僕はちょっと攻略法を、やっぱね、あの攻略本とか、ゲーム攻略やる人なんで、攻略法をちょっと考えたというか、まあ、考えたってほどでもないんですけど、やっぱこうなんじゃないかと思ったことがあるんで、1点だけお伝えしますと、そのリハをやっぱ多分あれやらないんですよね、まあ、モンストニュースに限らずだと思うんですけど、でそれをこう生実家ちょっと知ってたから、あリハやらないんだろうなっていう体で行って、本当にあの、まあ、やらないからそのままだったんですよ。でもこうゲストで呼ばれる、ね、私とか、まあ、これから呼ばれる人いると思うんですけど、あなたはリハやった方がいいですよ自分でちゃんとこうなんかこういう出す順番を一回やってみるとか、あそっか今見てた人、あお前やってなかったのって感じかもしれないですけど、まあそれちょっと後になって気づいたっていうかね、リハをやらない番組だからリハをやらないでいいっていうことはないということで、まあでもこれは何でもそうなんですよね、よく考えてみたら、こう多分発表会で何か発表するとかも多分リハっつってもあの立ち位置を確認するとかそういった感じだと思うんで、そうじゃなくてやっぱ大事なやつは、まあ、大事じゃないやつってないと思うんですけどやった方がいいんじゃないかなと思います。まあそう私の感想なんですけど、斎藤さんなんか見てて、私だけじゃなくてこうモンストニュースのこう収録を見ててなんか思ったことってあるんですかね。そうですね、まあ本当見てる方のまんまだとは思うんですけど、ね、一発撮りの感じもそうですし、まあね、なんかやっぱり村井さんがすごいあの視聴者目線ですよね。そう、まあ、リハしない分、うん、なんか素直な疑問を質問する感じがあるというか、僕もあの今日の放送を1回だから自分で見たんですけど、僕はすぐあの V ジャンプの本誌の説明、本誌というかあの本誌と攻略本でじゃあ先に本誌行きますって言って、もうそのモンストのコラボの説明に入ろうとしたら、これはもう発売されてるんですか、いつ発売だったんですかっていうのをパッて聞いてくれて、あそうかと、その、まあ、まず V ジャンプ自体の説明をしないと、あのそっからそれとコラボしてるんだっていうことなんで、なんかさすがだなと思いましたね。そうですね、うん、ここが気になるだろうなっていうのが分かるのか、そうそうそう
単純にもう自然と気になってるのかもしれないですけどね。なんかそうなんじゃないですかね、うん、っていうのは思いました。でその後も結構私何回かこう突っ込まれてるんですよ、海賊王ジャンプキッドっていうのをなんか言えなくてサナバッチョさんだけが言ってるとか、まあ、そういったタイミングでね、何なんですか。あれは多分こうやっぱりいじってくれたっていうか、まあ、そうなのかなと思いましたけど、ただ司会はこうなんていうんですかね、サナパッチョさんがやっててこう仕切ってるというか回してる感じなんですけど、やっぱ村井さんがいての安心感というか、まあね、もちろん村井さんのチャンネルだっていうのもあると思うんですけど、そうですね、なんていうんですかね、みんな目線というか読者目線というか見てる、視聴者目線か、うん、そうですね、だから自分は撮られてるのにこう視聴者目線を持ちながらこう撮ってるんだなっていう、あれが最初からこうあったのか、やっぱりあれだけこう重ねてあったのか、培われていったのかっていうのはちょっと分かんないですけど、なんかさすがだなって、まあ、当たり前なんですけどさすがだななんてね言えるほどじゃないとは思うんですけど、すごいなって思ったのは確かにありますね。面白いんですよね、やっぱ出ててもね、うん、それはありました。はい、で、まあ、そういうわけで収録したんですけど、なんとその後ちょっとお時間をもらってましたよね。はい、だからモンスニュースの収録終わって、なんか斉藤さんが、僕らまだあるんですとか言って、でなんかこうこんなことやってたんですよそうだ、そうですね、撮影じゃない、インタビュー、撮影インタビューですね、うん、これは動画も、そのまま撮ってもらったんですよね。そうですね、はい、これ村井さんにですね、うん、我々のこの拙い動画をどうしたらいいかですねそう相談ではなく、もう一層やり方を教えてくださいっていうことで、うん、まあ、時間をもらってインタビューをしました、うん、記事と動画で見れるってことですよね。記事はだから、来月の、はい、11月21日発売の、1月号で、村井さんにご登場いただいて、どういう切り口なんですかね、YouTube で成功するにはみたいな、そういう感じですか。まあ、そうですね、100万の登録者数がいる、うん、この村井さんという人に、うん、まあ、動画どうやって面白くやってんですかと、うん、V ジャンプはどうしたらいいですかっていうのを、まあ、V ジャンプっていうよりは、まあ、村井さんがどういう方法で動画を、うん、まあどういうつもりでっていうんですかね、作って、うん、で公開して視聴者の皆さんとコミュニケーションを取ってるかっていうのを、うん、まあ、本当に率直に、まあ、すごい本当想像、まあ、本当軽い気持ちでご相談したんですけどだってめちゃくちゃ喋ってくれて、これもなんかひどいなと思ったんですけどまあ普通取材来とかどうしたのかちょっと分かんないですけど、まあ、かなり伝わった状態でやってるのかなと思ったら、もうその動画を回し始めるじゃないですか、撮影し始め、録画し始めるっていうか、そこで意図説明始めてましたからねでもそれでパッとこうこちらの意図を組んで、まあじゃあ話せばいいんですねっていうことで、かなりなんかメソッドじゃないですけど、もうなんか別に隠すこともないしみたいな感じでいろいろ教えてもらったなと思います。なんか面白いんですよね、その話がまた、またなんか上から目線みたいな違うんですよ、面白かったんですよ本当にそうですね、ね、だからこうこれね、村井さん自身もツイッターとかで上げてたり、まあ、当然ニュースにもねなってますけど、100万登録者、はい、1ミリオンサブスクライバーズの、はい、盾っていうんですかね、学装された贈り物なんですかね、うん、を持っていただいて、まあ、写真撮ったりもしましたけど、なんかちょうどこの、収録の日が10月22日だったんですけど、本当に1年前の、10月22日になんか始められたということで、本当に1周年の日で、まあ、それで100万人っていうのもすごいなと思いましたけど、でも村井さんがこう、まあ、もともとニコ生の人だったんですよ僕はっていうところから始まって、でなんでじゃあ YouTube の方にこう、まあ、畑を移したっていうかっていうところからこう教えていただいて、でこう YouTube で動画をやるにはなんかこういう、こう決まりがあるんですよみたいな、でもみたいなね、
そうですね。でも、うん、そこからがこう面白いんですよね。確かにこうなんか YouTube の本みたいなのを見ると書いてあることがあるんですよね。こういろいろとこうやってしなさいじゃないですけど、こうやってやった方がいいですよみたいな。まあその書く、まあでもそれって本当は多分最初に何にもこう分かんない人は守った方がいいのかもしれないですけど、でもまあ、 あの初めてじゃなくてね、ニコ生でやってたっていうところもあって、まあ、あと村井さん自身のこう気質っていうかね、ちょっとそれはできないなみたいなのもあるみたいなんですけども、その辺を、包み隠さず教えてもらってるんで、これ記事とこう動画っていうのはどういう形で連動してるんですか？来月、まあ、本が出ますよね、あの V ジャンプ11月号が、はい、記事の方に、うん、まあ、ダイジェストじゃないですけど本当にポイントですね、うん、要点という部分を紹介、記事の方で紹介していて、うん、まあ、いわゆる本当に前編に近いような形で、うん、まあ、今編集してますけど、うん、なるべくこう平井さんの言葉、村井さんの言葉をちょっと公開できるようにしたいなと思っております。、うん、はい、で動画も、じゃあ連動して、はい、V ジャンプチャンネルに上がるんですかね。そうですね、公開予定です、はい、それが11月21日の1月売りの、あ、1月号ですね、はい、V ジャンプ、はい、じゃあどう、それは、動画で何かやってみたいなって思う人とか、あとあれですよね、マックス村井さん自身にこう興味があるというかファンの方とか、いたら、非常にこう面白い内容になってるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあ、ミルトンさんも出てます。一緒に出ていただいて、全然多分そういうオファーじゃなかったんでしょう。まあ、そうですね、ミルトンさんに関しては本当にあの場で、うん、そうそうそう、出てくださったので、村井さんも一緒に出ようよみたいなそんな感じでしたね。それもあの村井さん言ってましたけど、なんかね、一人でやるよりはたくさんいた方がいいからっていうね、うん、そういう感じでした。はい、というわけで、じゃあモンストニュースに出てみたということで、感想動画を、撮ってみました。はい、はい、また出れることがあったら、私多分進化してますのでね、あの次はあのセルフリハをやってからあの臨みたいなと思います。はい、というわけで、じゃあ締めのやつやりますか。やりましょうか、はい、このシャツですけど、このシャツですあ、私は大丈夫ですけどね。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ V ジャンプ出たがり7、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただ司会はこう、なんていうんですかね、あのサナパッチョさんがやってて、こうあの仕切ってるというか回してる感じなんですけど、やっぱあの村井さんがいての安心感というか、まあね、もちろん村井さんのチャンネルだっていうのもあると思うんですけど、そうですね、あのなんていうんですかね、みんな目線というか、読者目線というか、見てる、うん、視聴者目線か。そうですね、だから自分は撮られてるのにこう視聴者目線を持ちながらこう撮ってるんだなっていう、あれが最初からこうあったのか、やっぱりあれだけこう重ねてあったのか、あの培われていったのかっていうのはちょっと分かんないですけど、なんかさすがだなって、もう当たり前なんですけどさすがだななんてね言えるほどじゃないと思うんですけど、すごいなって思ったのは確かにありますね。面白いんですよね、やっぱ出ててもね、うん、それはありました。はい、で、まあ、そういうわけで収録したんですけど、なんとその後ちょっとお時間をもらってましたよね。はい、だからモンスニュースの収録終わって、なんか斉藤さんが、そう、僕らまだあるんですとか言って、でなんかこうこんなことやってたんですよ。そうだ、そうですね、撮影、あ、撮影じゃない、インタビュー、撮影インタビュー、うん、これは動画も、そのまま撮ってもらったんですよね。そうですね、はい、これは村井さんにですね、うん、我々のこの拙い動画をどうしたらいいかですねそう相談ではなく、もう一層やり方を教えてくださいっていうことで、うん、まあ、時間をもらってインタビューをしました。うん、記事と動画で見れるってことですよね。記事はだから、来月の、はい、11月21日発売の、1月号で、村井さんにご登場いただいて、
どういう切り口なんですかね、YouTube で成功するにはみたいな、そういう感じですか。まあ、そうですね、100万の登録者数がいるこの村井さんという人に、うん、まあ、動画どうやって面白くやってんですかと、うん、V ジャンプはどうしたらいいですかっていうのを、まあ、V ジャンプっていうよりはまあ村井さんがどういう方法で動画を、まあ、どういうつもりでっていうんですかね、作って、うん、で公開して視聴者の皆さんとコミュニケーションを取ってるかっていうのを、うん、まあ、本当に率直に、まあ、すごい本当想像、まあ、本当軽い気持ちでご相談したんですけどだってめちゃくちゃ喋ってくれて、これもなんかひどいなと思ったんですけど、まあ、普通取材依頼とかどうしたのかちょっと分かんないですけど、まあ、かなり伝わった状態でやってるのかなと思ったら、もうその動画を回し始めるじゃないですか、あの撮影し始め、録画し始めるっていうか、そこで意図説明始めてましたからねでもそれでパッとこうこちらの意図を組んで、まあじゃあ話せばいいんですねっていうことで、かなりなんかメソッドじゃないですけど、もうなんか別に隠すこともないしみたいな感じでいろいろ教えてもらったなと思います。なんか面白いんですよね、その話がまた、うん、またなんか上から目線みたいな違うんですよ、面白かったんですよ本当にそうですね、ね、だからこうこれあの、ね、村井さん自身もツイッターとかで上げてたり、まあ、当然ニュースにもねなってますけど、100万登録者、はい、1ミリオンサブスクライバーズの、はい、盾っていうんですかね、学装された、贈り物なんですかね、うん、を持っていただいて、まあ、写真撮ったりもしましたけど、なんかちょうどこの、収録の日が10月22日だったんですけど、本当に1年前の、10月22日になんか始められたということで、本当に1周年の日で、まあ、それで100万人っていうのもすごいなと思いましたけど、でも村井さんがこう、まあ、もともとニコ生の人だったんですよ僕はっていうところから始まって、でなんでじゃあ YouTube の方にこう、まあ、畑を移したっていうかっていうところからこう教えていただいて、でこう YouTube で動画をやるにはなんかこうい こう決まりがあるんですよみたいな、そでもみたいなね、そうですね、うん、そこからがこう面白いんですよね。確かにこうなんか YouTube の本みたいなのを見ると書いてあることがあるんですよね、こういろいろとこうやってしなさいじゃないですけど、こうやってやった方がいいですよみたいな、まあその書く、まあでもそれって本当は多分最初に何にもこう分かんない人は守った方がいいのかもしれないですけど、でもまあ、 あの初めてじゃなくてね、ニコ生でやってたっていうところもあって、まあ、あと村井さん自身のこう気質っていうかね、ちょっとそれはできないなみたいなのもあるみたいなんですけども、その辺を、包み隠さず教えてもらってるんで、これ記事とこう動画っていうのはどういう形で連動してるんですか。来月、まあ、本が出ますよね、あの V ジャンプ11月号が、はい、記事の方に、うん、まあ、ダイジェストじゃないですけど本当にポイントですね、うん、要点という部分を紹介、記事の方で紹介していて、うん、まあ、いわゆる前編に近いような形で、まあ、今編集してますけど、うん、なるべくこう平井さんの言葉、村井さんの言葉をちょっと公開できるようにしたいなと思っております、うん、はい、で動画も、じゃあ連動して、はい、V ジャンプチャンネルに上がるんですかね。そうですね、公開予定です、はい、それが11月21日の1月売りの、あ、1月号ですね、はい、V ジャンプ、はい、じゃあそれは動画で何かやってみたいなって思う人とか、あとあれですよね、マックス村井さん自身にこう興味があるというファンの方とか、いたら、非常にこう面白い内容になってるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあ、ミルトンさんも出てます、一緒に出ていただいて、全然多分そういうオファーじゃなかったんでしょう、まあ、そう、ミルトンさんに関しては本当にあの場で出てくださったので、村井さんも一緒に出ようよみたいなそんな感じでしたね。それもあの村井さん言ってましたけど、なんかね、一人でやるよりはたくさんいた方がいいからっていうね、うん、うん、そういう感じでした、はい、というわけで、じゃあモンストニュースに出てみたということで、感想動画を、撮ってみました、はい、はい、また出れることがあったら私多分進化してますので、ね、次はあのセルフリハをやってから臨みたいなと思います。
はい、というわけで、じゃあ締めのやつやりますか。やりましょうか、はい、このシャツですけど、このシャツですあ、私は大丈夫ですけどね。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ V ジャンプ出たがり7、ありがとうございました。ありがとうございました。